吉田さんお疲れ様です。巨人軍は永久に不滅です。という言葉がありましたけども、あれがね、近鉄バッファローズは永久に不滅ですっていう名言じゃなくてよかったですね。なくなっちゃいましたよね。他にもなくなった球団ってあると思うんですけども。巨人ももしかしたら、どっかのね、アマゾンが買収して、アマゾンは永久に不滅ですみたいなね、球団が出来上がっちゃったら面白いですね。 あの楽天が球団持ったりねソフトバンクが球団持ったりね福岡ダイエフォークスなんてなくなっちゃったわけですからねあとここに「丸○って書いてるチームもなかったです日水かなんか知らないですけど太陽ホエールズかななくなっちゃいましたよねあそれでねあのお悩み解決 YouTuber としてあの車のヘッドライトがあるでしょ ヘッドライトって長い間乗ってるとなんか黄ばんでくるんですよねでそれがなんかね中古車っぽくなるんですよあそこが黄ばんでくるとだからあのヘッドライトのそのガラス面っていうんですか表面をどうやったら綺麗にできるかみたいな洗剤競争があったんですよねで洗剤競争の行き着く先は家庭にある洗剤で落ちるかなみたいなのがあったんですよでそれ見ていったら再生回数が300万回とか突破してるのがあって ななんんか人気なんですよねねあの、CD、で,す、ね、で一番綺麗に落ちたのは歯磨き粉だったみたいなんです歯磨き粉塗り込んでバーッとやったら綺麗になってピカピカで市販の洗剤使ったらそこまで綺麗にならなかったみたいなね実験やってましたけどね興味深かったです <laughs> あとあの何ですかね水の機材ってあるでしょガソリンのなんかタンクに入れるガソリンスタンド行ったら水の機材入れとったらいいですよみたいな感じで23本入れといてくださいみたいなのあると思いますけども 実は水抜き剤ってガソリンスタンドでやると1,500円とかするんですけども、まあ、100円とかで売ってるんですよねホームセンターで,でしかも水抜き剤を入れたら本当にどうなるのかってことをね実験している、えー、この中古車屋さんのね YouTuber さんがいらっしゃってで結局何も起きませんみたいな <laughs> 水抜き剤を入れたからといって効果はありません <laughs> <coughs> ただなんとなく良くなったような気がするだけですとかね <laughs> 結論を出しましたね。それを定期的にやってるんですよ。いろんな有名な水抜き剤入れてみて、これダメですとか、分離しませんとかね。全然ダメですみたいな。しまいにはなんかそのエンジンの模型みたいなのを使って、中が見れるようなやつでね、これほらない。こうなってるでしょみたいな感じで、全然効果がないことをね、証明しまくるみたいなのがありましたよね。なかなか面白かったです。水抜き剤不要ということでございました。いっい。